アルボルズ作戦、コードネームカマン99作戦は8年にわたるイラン・イラク戦争の勃発日にイランへの奇襲空襲を行ったイラクに対する報復として翌日にイラン空軍が開始した作戦である。200機近くの航空機が参加した。この作戦はエリフが実施した最大規模の作戦と考えられている。戦争の最初の数年間はイランが 航空優勢を確保していたことから結果は明らかに成功していた。正式な回線からわずか3時間後に実行された。この作戦の主要な攻撃は140から148機のイランの戦闘爆撃機に加えて60機の迎撃機、空中給油機で編成され、少なくとも380人の空軍要員も参加しており、イラン空軍が行った最大規模の作戦となった。 キルクーク、アルラシード、ナシリヤ、ハバニヤ、シャイバ、クッドおよび、ウンムカスルの空軍基地だけでなく、バグダード国際空港とアルムサンナー空港もこの作戦中に爆撃された。この作戦の規模と参加した航空機の数から史上最大規模の航空船の一つと考えられている。 テヘランのメヘラーバード空港1980年9月22日1980年9月22日と23日にイラクは合計166から192機の戦闘機と爆撃機を用いた合計250回の出撃でイランの戦略的場所への奇襲爆撃を開始した現地時間の午後1時45分に6機のイラクミグ -23 フロッカーが アフバーズ近郊のイラン空軍基地を爆撃した。30分後、イラクミグ -23 がテヘランのメヘラーバード空港を攻撃した。同時に、イラクはイランの他の8つの主要な空軍基地も爆撃した。イラクのラジオ放送局はこの作戦後のメッセージで、イランのパイロットにイラクへと逃亡するよう求めた。しかし、第3次中東戦争からの教訓を得ていたイランは、 強化航空機シェルターを建設しそこで同国の戦闘航空機のほとんどを保管していたため、イラクはイラン空軍に甚大な損害を全く与えることなく主にイランの滑走路に穴を開けただけであった。そしてイラン空軍は翌日実行される反撃の準備を始めた。このイラク攻撃の2時間後、イライ空軍はエンテイグム作戦を実行し、イラクのシャイバ、運務化する。 グッド空軍基地を爆撃した。この作戦に参加した多くのパイロットによると、エンテイグム作戦とその後のカマン99作戦の両作戦は、イスラム革命以前に1974年から1975年のシャットアルアラブ衝突でイラクとの戦闘が勃発した場合の迅速な対応として、前身のイラン帝国空軍が計画したものであるという。 1980年9月23日、イランはカマン99作戦を開始し、マーク82、マーク83、マーク84爆弾と、エイジム -65 マーベリックミサイルを装備した40機のカス -4 ファントムが浜ン空軍基地から離陸した。空中給油後、ファントムはイラクの首都バグダードに到着し、ここで彼らはアルラシード、 ハバニアとクット空軍基地を攻撃した。その間にさらに8機の回マイナス4がテヘランのメヘラーバードから離陸し、アルラシード空軍基地に2回目の攻撃を開始した。モスル空軍基地を攻撃するためにイランはタブリーズ空軍基地から58機の回マイナス 5E タイガー2を向かわせた。モスル空軍基地への攻撃後、50機の回マイナス 5E が ナシリア空軍基地を攻撃した。148機のイランの海 -4 と海 -5 が全てイラク爆撃に送られたため、イラクの報復の可能性から、イラン空域を守るために60機の F-14、トムキャットが緊急発進した。イランの F-14 は2機のイラクのミグ -21 及び3機のイラクのミグ -23 を撃墜したほか イランの F5E もこの作戦中にイラクのスマイナス20を撃墜した。当時のエリフの全運用艦隊がこの作戦に参加した。空襲の時系列は以下の通りイラン空軍の弱体化を実現できなかったサダム・フセインとイラク軍は大打撃を受けた。イラン近郊のすべてのイラク空軍基地は数ヶ月間運用不能になり、 イランによると、イラクの航空効率は55%に低下した。大半のオブザーバーによれば、この作戦は、歴史上最大規模の航空船の一つである。この作戦により、イランは再編成され今後のイラク侵攻に備えることができた。しかし、イラクは、フーゼスターン州の奥深くまで侵攻したため、自国の領土からイラクを排除し、最終的にイラクへと侵攻するまでに、 最大2年を要した。戦争はそれからさらに6年間続いて20世紀で最も長い伝統的な戦争となり、おそらく100万人近くが死傷した。ありがとうございます。